どのモードバトルしてゲット。コースを選んでね。レシラムゼクロムコース、道具チャンス。ガオーレメダルを道具と交換できるぞ。ガオーレメダルと。パカッ、やった、道具をもらったぞ。この後のバトルで気合がアップするぞ。バトルして捕まえよう。さあ、君のポケモンを出そう。ガボタンで決定。いけ、ヌメルゴン、オンバット、コンボボーナス、ガオレパスボーナス、さらにスペシャル防御ボーナス、さらにさらに防具ボーナス、気合アップ、さらに気合ググーンとアップ。バトルスタート。ボールレバーで応援、ボタンを押しまくって、相手より先に攻撃だ。味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を狙え。攻撃アップ、ボタンを連打。ボタンを押しまくって相手を追い越せ。味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を狙え。攻撃アップ、いくぞ、吸血、これでどうだ。相手の攻撃、防御ルーレット、黄色いマークを狙え。ボタンで決定。いけ、ヤドラ、コンボボーナス、ボールレバーで応援、ボタンを押しまくって、端に攻撃されそう。相手の攻撃、防御ルーレット、黄色いマークを狙え。攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を狙う。攻撃アップ、いくぞ、レイトービーム、これでどうだ。ボールレバーで応援、ボタンを押しまくって、撃、味方の攻撃、メガ進化チャンス、タイミングを合わせてボタンを押せ。攻撃ルーレット、虹色の数字を狙う。攻撃アップ、メガヤドラ、地面の突き、急所に当たった。やった、ゲットチャンス。ボールレバーで応援、ボタンを押しまくって、端に攻撃されそう。相手の攻撃、防御ルーレット、赤いマークを狙え。気をつけろ、うわ、戻れ。ガオレディスクをセット、ボタンで決定。いけ、グラーゴン、ボタンを押しまくって相手を追い越せ。攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を狙え。攻撃アップ。
今だ、ボールを投げよう、ゲットタイム。ガオレパスボーナス、ボールレバーを倒せ。やった、スーパーボールだ。100円を入れるとポケモンを連れて帰れるよ。ポケモンが新たな力に目覚めそう。グレードアップチャンス。100円を入れるとポケモンが。おめでとう、ポケモンがグレードアップした。雄たけびを上げてポケモンを呼び出そう。ディスクゲットボーナス。気合を込めて雄たけびだ。お見事、ジェット機レベルだ。周りのポケモンが雄たけびを聞きつけた。これはゼクロム、ベシラム。ガオレディスクを取り出そう。100円を入れるとバトルを続けられるよ。2回目のバトル、連続バトルボーナス。1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復。バトルスタート。ガオレディスクをセット、ボタンで決定。いけ、ガブリア。応援するとボタンを押しまくって逃げ切れ。味方の攻撃、攻撃ルーレット。赤い数字を狙え。攻撃アップ。グラード実践。急所に当たった。ボールレバーで応援するボタンを押しまくって相手に追いつけ。味方の攻撃、攻撃ルーレット。赤い数字を狙え。攻撃アップ。ガブリア実践。効果を発電。やった、ゲットチャンス。相手の攻撃、防御ルーレット。黄色いマークを狙え。効果アップ。ポケモンが。おや、ポケモンの様子が。進化チャンス。100円を入れるとポケモンが。あれ、ポケモンの変化が止まった。雄たけびを上げてポケモンを呼び出そう。お見事、
ケストラレベルだ。周りのポケモンが雄たけびを聞きつけた。まさか、レシラム、ゼクラム、100円を入れるとバトルをファイナルバトル、連続バトルボーナス1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復、バトルスタート。ボールレバーで応援ボタンを押しまくって相手を追い越せ。味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を狙え。攻撃アップ、ガブリア実践。効果を発電。相手の攻撃、防御ルーレット、黄色いマークを狙え。防御アップ、気をつけろ。足に攻撃されそう。相手の攻撃、防御ルーレット、赤いマークを狙え。防御アップ、気をつけろ。攻撃ルーレット、赤い数字を、攻撃クーンコアップ、ガブリア実践。急所に当たった。やった、ゲットチャンス、今だ。ボールを投げよう、ゲットタイム。ガオレパスボーナス、ボールレバーを倒せ。すごい、ハイパーボールだ。やった、ポケモンを捕まえたぞ。100円を入れるとポケモンを連れ、ポケモンが何かを落としていったぞ。ゼクロム、刻印ポケモン。尻尾の発電機で稲妻を放ち、あらゆるものを焼き尽くす力を持つ。理想の世界を作る人を助ける。最後にもう一度ポケモンを捕まえるチャンスがあるよ。ラストチャンス、タイミングを合わせてボールレバーを倒せ。スタート。ポケモンを捕まえたぞ。100円を入れるとポケモンを連れて帰れるよ。結果発表、今回のバトルスコアが出たぞ。君が手に入れたのはこれだ。やった、ガオレメダルをもらったぞ。ついたぞ。バトルで使ってみよう。